え皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、えー、今回ですけれども、あの、まあ、サムネイルにもきっと、まあ、あると思うんですが、まあ、今回は無限の体重、ちょっと、まあ、あの、だいぶ遅れてはおりますけれども、まあ、ちょっと今回これちょっとやっていこうかな、というやつです。まあ、一応全部終わってるんですけど、まあ、後で、編成の紹介、あの、まあ、ここの部分はやるんですけど、これ以外の、あの、編成の、 えー、紹介もちらっとまあするんですが、まあこれは持ってる持ってないとか、まあ自分の持ってるキャラが、あーよりももっといい編成は当然あったりとか、まあ一概には言えない部分があるんで、まあ難しいところではあるんですけれども、まあ結構難しいイベントと言えば、まあイベントかな。うん、というところでまあこれやっていこうというところです。 で、自分が言ってる編成としましては、まあ、これですよね。うん、これで一応言ってます。えー、一応、隊長にしてるのが、まあ、ちょっと前に出た、滅の6里かな。うーん。まあまあまあ、いいよね。うん。<laughs> まあ、なぜ追撃、追撃が持ってるキャラを、まあ、入れようと、いうところで、まあ、えー、何回もやっておられる方だったらね、当然、分かってらっしゃると思うんですけれども、あの、結構、あの、ツイッターフォローいただいた方とか、 あのー、YouTube でも、あの、見ていただいてる方の中には、なんか結構最近始めた方も中には、えー、ボツボツいらっしゃったりとか、まあそういった形で、えー、今回、えっ、ー、と、まあ初めて昇級試験しましたとか、そういったコメントいただいたりですとか、っていう方も中にはいらっしゃるんで、お、え、そ、ー、らくはこの無限の退治も、あの、初めてやるとか、うん、そういった方も、えー、見ていただいてる方の中にはいるとあ、思いますので、まあ今回こうやって動画を出そうかなというところなんですけれども、まあ一応これ耐えたりするんで、まあ耐久もあるんで、うん、あれです。 で、あとは、ま、あ人工はこんな感じ。うん。で、防御面で、ちょっとね、えー、活躍してもらうと、え、ところの意味が大きいですけどね。ですけどね。<laughs> いや、じゃあ、今日、カミなんですよ。はい。あの、お聞き苦しいかもしれませんけども。<laughs> はい。えー、っと、滅のいたちね、入れてます。まあ、開幕から、えー、っと、つくよみ状態入るんで、えっと、ダメージに関しては、つくよみ入ってる、えー、 状態ではシャットアウト。うん。っていうところで。うーん。かかしの攻撃を割と抑え、割とっていうかまあ、シャットアウトしてくれるという意味で、この子を採用しております。で、スキルに関しても、対、え、戦、ー、無視のスキルなんで、えー、右下の,あの状態を、うん、バフを消される、うん。あの、棒の隠しの方ね。うん。に対しても、 えー、ダメージ与えれるような形になってるんで、うん。まあ、かつ追撃持ってるよね。うん、っていうところで、確率かなそれは。うん、っていうところになるので、うん、結構有効なキャラかな、というところ。で、自分の持ってる中での単体のスキルの、えー、追撃持ちっていうところで言うと、このサスケも入ってくるかな、というところで入れております。まあ、人形はこんな感じ。あ、イタチ・ニングしてなかったね。えー、まあ、こんな感じ。まあ、イタチとか、その、この辺のニングって言うたかって、そんな、A、えのつけてないんですけど、まあ、汎用的なやつですかね。で、 もう一体、えー、アタッカーとして、えー、この子をサスケ入れております。この子も追撃持ちですよね。うん、かつ、あの、体制無視の、えー、っと、なんていう、追撃あランダムではあるものの、あるとあいうところもあるんで、まあ、その辺もあ期待もしつつ、うん、やっていこうかなというやつです。でランプは、うん、B だけですね、うん。やっていこう。この まあ、早ければ、10ターン以内には、あのー、倒せるんですけれども。うーん、まあ、もたついたら、うん、13、14とか行くかな、というところ。で、もう、ロックリーとかはもう、開幕からガンガン打っていっていいと思うんで、竹は、あのー、かかしの、畑かかしの方に変えときましょう。この子もそうですね。で、えー、っと、 まあまあまあ、いいか <laughs>。いこうか。えー、右下のかかしが、あの、行動すると、バフ消されるんで、あれですけども、まあ、一回二回ぐらい、どうってことないんで、いっときましょう。あただし、今、あれですね、右下がもう、打つの分かってるんで、ここはもう、ええかな。これで行っときましょうか。うん、いいですね。で、ランブが溜まったら、ランブは、打っときましょう。 ま、あ他のランプ入れてもえっちゃえんですけど、ま、あそんなに、あの、仕事はないんで、まあ、なんせ耐性無視の、えっと、スキルを、え、撃持ちで与えれるこの B というところが、非常に、あ有効なところはもう、承知の上のあれだと思うんですけれども。さあ。ま、あこれは、えーっと、革命入れたんで、シャットアウトでしょう。はい。で、もう、 打っときましょうか。ただし、今のスキルに関してはキャンセルが入るのかな。うん、あるんで、まあ、っていうところ。うーん、そうやね。まあ、どっちでもいいけど、あ打たれへんがってる。ははは、任務かな。さあ、行こう。まあ、これも大丈夫ですね。 っていうところで、革命さえ入れてしまえば、あの、全体攻撃シャットアウト。んで、体勢無視の個人攻撃も、は食らうもののそんなに威力はないんで、まあ無視してもいいかなっていうところですね。まあ、加えて、えー、ツクヨミ入ってるんで、大したことはないかなというところで、まあまあ、うまくいった方ですね、今回は。<laughs> うん。あの、ツクヨミ、まあ革命入れる必要はね、特になかったんかもしれないですけども、あの、一応念のためっていう形で、えー、入れたんで、もうちょい早く。まあ、いったもう一旦もしかしたら早かったかもしれないですけど、 ま、こんな感じで、はい、集会しております。で、集会に関しては、あの、一応、オートで、はい、あのー、集会はしてるんですけれども、まあ、それでも10、10ターン、単、1二単、十三単ぐらいまでには終わると思うんで、はい、あのー、頑張って、あのー、100、 <laughs> 100回クリアしたら、あまあ、報酬が一万上までいけるのかなそうやね。うん、ってこところがあるんで、あと何日やあと、えっと3日三日あるんで、まあその辺、まあでは頑張っていこうかな <laughs>、とは、えー、いうところではあるんですけれども、まあ皆さんいかがですかねこれが結構ね、あの、任務的にも結構強力な任務なんで、うん、あの、加えてその上の、この辺のやつの葉っぱ葉っぱとかもなんか、うん、これね、うん、もう、うん、まあ必要にはなってくると思うんで、 結構ね、うん、大変なに、えー、任務なんですけどもイベントなんですけどまあやっとけばリング取った時のあれは強力なんでね <laughs>、はいまあ、できたらやっといた方がいいかなというようなイベントかなとは思いますでえー、っと確かそのコスト40の分プラスえっ、ー、と と、有属性、地属性、縛りみたいなのもあったと思うんですけど、それに関してはもうこれでいってますね。で、アタッカーとしてはもう、リー、うん、リーで行くとして、で、このイタチが、スキルに打つと、えー、っと、暗影かな、うん、えー、状態かなんかにまあ、なって、んで、あの、スキルダメージをね、あの、カットするんで、まあ、要はその、アタッカーと防御するやつと、両方入れとくと、まあ、あとは、 どうでもいいかなと。ああいうような感じで。プラスアルファ入れてもい,いっちゃいいんですけど、その、あの、あれね。えっ、ー、と、なんや、なんや。<laughs> ミッションか。ミッションとかをクリアするためには、あの、一体も落とせないっていう状況があるんで、まあ、それをクリアした後は入れてもいいかなと思うんですけれども、まあ、自分がクリアしたのは一回だけなんで、まあ、この編成で、えー、いったかなと思います。確かね。確か。うん、で、えー、と、親属性のみの、えー、と、パターンに関しては、 あのー、うーんーとね。さっきの、えっ、ー、と、あれですね、サスケうん、サスケのみで自分はもう行っちゃいましたね。あの、結構時間はね、かかるんですけど。まあ、あのー、他に A キャラがおらへん。<laughs> 他に A キャラがおらへんっていうのが、まあ、一番あれで、まあ、この子ですね。 この子で、えー、あの、短期で行きましたね。うん。革命を入れつつ、えー、っと、まあ、短期というのも、まあ、もちろん、ランブの B は入れてるんですけれども、えー、革命を入れて、えー、っと、B で、の他の、その、対戦無視し、効か,かない相手を倒す、プラスアルファ、この子で、えー、カかかしとか、うんうんを倒していくというような形なんですけども、最初はね、この、えー、っと、いタチも入れてたんですけれども、まあまあ、これ入れてもいいよね。うん。 これも入れながら、えっと、この子と、えっと、サスケと、あいうところで、行っても、まあ安定はするんですけども、またにも、たまに、あの、落ちちゃうんで、イタチがね、うん。あの、そういったところが嫌ならば、サスケで行ったら、うん、たまに負けるときもあるんですけど、負けるっていうか、その、落ちちゃうときもあるんですけど、まあ、うん、クリアしようと思えば、できるかな、というところではあります。で、他の、編成はね、もう自分ね、全然ええのないんで、 うん、あの、もっと、うん、いい平成はきっとあると思うんですけども。まあ、もう自分は一回しかクリアできてないで、うん。このサスケだけで、生、ま、い、あ、ったかな、というような感じではあります。ましょはい、というところで、ま、まあガチャガチャもね、これね、来てるんですけど、シンガラ、うん、ガーラが町人として出てるんですけども、ま、あ見てのように自分意志ないんで <laughs>、ま、あ引けないんですけれども、ま、あね、このガーラ、 ビジュアルはすごいかっこいいですよね。作画が。まあ、こうなるのかなまあ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 かな。<laughs> うん。これガロいいっすよね。かっこいいっちゃあかっこいい。うん。 まあ、ただし、その性能を見るっていうところで言うと、まあ、そこまで、うん、尖ってるというか、あの、すごい強いなという印象は特にはないかな、個人的には。まあ、ガーラ好きな方は当然惹かれるでしょうし、あれですけれども、個人的にはそんなに、うん、あの、めちゃめちゃ欲しいなと思うような、まあ、印象を受ける、このパッケージではないんで、 まあ、アビリティはまあ、ぼちぼち強いかな。まあ、ぼちぼち強いんですよね。位置に関しても、まあ、うん。5回耐える。まあ、5回耐えるって言うわけ、ね、5回全回復とかやったらね、もっとね、ほんま良かったんですけど。5回耐えるって追撃持ちで撃たれたら、割と落ちるんですよね。<laughs> なんで、まあ、言っちゃええけどっていうところかな。うん。まあ、1回行動するまで弱体向こうっていうところは、まあ、良き良きなんですが。 うん。まあ、ぼちぼちかな。うん。なやせ、ちょっと、ガーラっていうところもあるんで、火力というよりも防御よりかな。非常に防御よりい,いかな。うん。<laughs> なんで、まあ、火力はちょっと寂しいかな、というような状況ではあります。まあ、コードキャンセルは一応、ええー、あるみたいなんですけれども、まあ、条件があるかな、これね。うん。えっ、ー、と、高速状態か、流サー状態だと超確率、超高確率で、 まあ、キャンセル。うん。まあ、キャンセルっていうのは言っちゃいいんですけど、まあ、この状態に持っていくっていうところが条件、うん、一つ、うん、あるかなというところ。高確率でそれになるっていう形なんで、まあ、へんキャラも中にはやっぱおるんでしょうね。うん、きっとね。うん。まあ、あの、かの有名な、あの、低確率でバリバリ入るっていうよりと、同じくらいの確率か、もしくはそれより下かなというような、あまあ、感じでしょうね。うん、きっとね。 うん。まあ、そんな感じかな <laughs>。ま、ピックアップはね、やっぱね、ナルト入ってたりするんで、まあ、ガーラも強いですよね。この下の神ガーラは、まあうん、文句なしに強いと思うんで、うん、ナルト、ガーラっていうところは強いんですけど、ま、発信のナルトもね、あの、かなり前のキャラとはいえ、今回その、今回じゃないな、ちょっと前に、そうそう、あの、神の、えー、あれあれ、まだらうん、がん、実装されたと思うんですけども、 あの、そいつと組ませるとね、結構この子も活躍する場が生まれるんじゃないかな、というところで、まあ、これはね、あの、ある方の受け降りなんですけども、<laughs> はい。あの、復建してるなっていう印象は非常にありますね。うん、というところで、ま、え、だ、ー、まだ持ってる方がいらっしゃったら、こいつ当たっても、うん、かなりいいのかな、とは思います。 まあ、特筆すべきは、その地形効果で耐えるっていうのは確率あるとはゆえ、あの、無視できるというところがあるんで、うん、昇級試験とか、の周回効率で考えると、結構、うん、この子は大きいかな、というような印象です。はい。まあ、ちょっとガチャガチャ引かへんのに、その辺をちょっとね、説明だけ <laughs>、え、させていただいたんですけれども、うん。あのー、今の、ね、ピックアップ、ピックアップに関してはやっぱちょっとは言っちゃいいんで、まあ、意思余裕ある方は、うん、いいかなと思います。はい。 というところで、えー、今回の動画は、えー、ここでお開きとさせていただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。